金ブリテウトニ戦争は紀元前113年から紀元前101年にわたって行われた民族系統不明のキンブリ人、ゲルマン系の民族であるテウトニ人を中心とした勢力と共和制ローマによる戦争を指す。英語圏では最も多数を占めたキンブリ人を指して単にキンブリ戦争とも呼ばれる。3度にわたるポエニ戦争を制して地中海世界の大国へ躍進したローマは周辺領域の蛮族に対しても影響力を示し、いくつかの勢力と同盟関係を構築していた。その一つであったタウリスキ人にキンブリ人が攻撃を仕掛けたことでローマの介入が始まったが、ローマ側はノレーアの戦いとアラウシオの戦いで大敗を喫した。原因は元老院階級による平民政治家の蔑視、主に元老院階級及び騎士階級の大規模農業による中産階級の没落、それらによって生じた武器事弁による市民軍制度の崩壊にあった。属州はおろかイタリア本土すら脅かされかねない状況は第二次ポエニ戦争以来の危機をローマに与え、同時期に起きていたユグルタ戦争とともに貴族中心の政治に不信感が抱かれる契機となった。そんな中、民衆の圧倒的支持を受けて、執政官に当選した平民出身の軍人ガイウス・マリウスは大規模な軍政改革を実行に移した。彼は、ローマ軍の指揮系統、戦闘序列、訓練制度を一新し、また、市民軍を装備を配給しての職業軍人制へと転換した。軍を再建したマリウスは、アクアエ・セクスティアへの戦いとウェルケラへの戦いで、蛮族の大軍勢を壊滅に追い込んだ。キンブリ人、及び彼らと同盟を結んでいた、駐屯人、アンブロネス人、ティグリニ人は歴史上から消滅し、王は殺されるか捕らえられ、また生き残った者は、ローマの奴隷とされた。彼の残した軍政改革は、帝政ローマ時代に至るまで踏襲され、ローマ軍の基本制度となった。紀元前120年から、紀元前115年にかけて何らかの理由でスカンジナビア半島南部とユトランド半島に定住していた系統不明の民族であるキンブリ人が南下を開始した。彼らは同盟関係にあったゲルマン系のテウトニ人と合流してゲルマニアやガリアの諸勢力と戦争を繰り返し、ケルト系のボイ人やスコルディスキ人とも交戦している。キンブリ人とテウトニ人は南欧の乗り組む地方にまで南下したが、ここは地中海世界の終焉部として共和制ローマの影響下にあり、同地に定住するタウリスキ人はローマと同盟を結んでいた。紀元前113年、両勢力から攻撃を受けたタウリスキ人は単独では対処できず、ローマの元老院へ救援を求めた。元老院は同年の執政官、グナエウス・パピリウス・カルボを指揮官とする遠征軍を派兵、カルボ軍はタウリスキ人を救援するべく乗り組むに進軍した。カルボは強固な防衛陣地を建設して戦いに備えるとキンブリ人とテウトネス人に対して直ちに乗り組むから退去する様に警告した。当初、キンブリ人の王であるボイオリクスは数では上回るものの強大さを伝え聞いていたローマとの戦争を恐れて停戦に応じた。ところが戦勝を望んでいたカルボは、伏兵での不意打ちを仕掛け、これに激怒したキンブリ側は一転して開戦した。両軍はノレアで衝突し、3万名程度の軍団兵で30万名をコス蛮族に戦いを挑んだカルボは、一方的に敗北した。かろうじて天候の悪化で敵の追撃が止んで、全滅こそ避けられたが、生還したのは6000名に過ぎなかったために、カルボは厳しい批判にさらされることになる。勝利を得たキンブリ人とテウトネス人は勢いに乗り、一旦は乗り組むから精進して、ローマ側の属州ガリア・キサルピナに侵攻しようとした。しかし途中で別のローマ領の属州が置かれた南ガリア地方へと進路を変え、アルプス山脈の北側を行軍した。紀元前109年、蛮族側は、属州ガリア・ナルボレンシスに現れ、執政官、マルクス・ユニウス・シラヌスの守備隊を打ち破って、侵攻を開始した。紀元前107年、同時期に起きていた北アフリカでのユグルタ戦争で、閥族派の指揮官、クイントゥス・カエキリウス・メテルス・ヌミディクスが民衆派の副将ガイウス・マリウスの失政官当選により解任される事件が起こった。この際、同僚失政官、ルキウス・カシウス・ロンギヌスが予備戦力を率いてガリアに出向いたことで戦力が失われてしまい、マリウスは抜本的な軍政改革を決意する。一方、ロンギヌス軍はキンブリ人らと合流して、南ガリアで略奪を行っていたティグリニ人と対峙したが、ブルディガラの戦いで敗北してロンギヌスは、副将ルキウス・カルプルニウス・ピソ・カエソニウスと共に戦死した。ルキウス・カルプルニウス・ピソ・カエソニウス紀元前105年、ガイウス・マリウスによって、ユグルタ戦争はローマ側の勝利で決した。しかし依然として、北方では、蛮族の優勢が続き、度重なる敗北に業を煮やした元老院は同年の執政官グナイウス・マッリウス・マクシムスに正規軍を預け、かつ属州ガリア・キサルピナの総督クイントゥス・セルイリウス・カエピオの軍勢を援軍に差し向けた。ローマ軍は12個軍団から10個軍団にも上る正規軍と4万名の属州兵からなり、総勢8万名を数えた。だが、名門中の名門出身であるオーカエピウは、逆に、平民出身であったマクシムスを蔑視して、共同作戦を拒否した。二つの軍勢は、結束を欠いたままに、戦場へ向かったが、結末は無残であった。最初に攻撃を仕掛けた大カエピオ軍は、マクシムス軍と全く協調せず単独で敵陣地に攻め入ったが、これはマクシムスが、キンブリ王、ボイオリクスと和平交渉に臨んだことに反感を抱いたため、ともされている。大カエピオ軍は惨敗して駆逐され、攻め返した蛮族軍は大カエピオの本陣を攻め落とし、孤立したマクシムス軍は川岸まで追い詰められた。甲冑を身につけたローマ兵と属州兵は思うさまに渡河できず、なす術なく殺戮された。アラウシオの戦いは、ローマ軍8万名のほとんどが死に、後方の支援部隊も含めれば12万名が、戦死するというカンナへの戦い以来の壊滅的敗北となった。無傷で逃げ帰った大カエピオは市民権剥奪の上で国外に追放され、同じく戻ったマクシムスは息子を戦場で失う悲劇に加え、おそらくは自らも国外に追放された。歴史的勝利を得たキンブリ人たちは戦争での勝利を確信し、自らの領地のごとく、南ガリアやキサルピーナを自由に行軍した。彼らが一挙にローマ本土での決戦を決断しなかった理由は定かではないが、おそらくすでに手中にあるガリアやイベリア半島での略奪を優先したのだろうと見られている。また、軽装備が基本であった蛮族の兵士は戦死者こそ少ないが一定の負傷兵を抱えており、傷が癒える時間を欲したのではないかとする意見もある。1、どうあれ、蛮族たちは、より確実に勝利できる時を待つことにしたが、不幸にもそれが偉大な軍人が再び表舞台に立つ、機会を与えることになり、彼らが同じ勝利を得ることは二度となかった。紀元前104年、凱旋将軍の地位を得ていたガイウス・マリウスは、同年の執政官に任命され、二度目の元首を務めた。当時のローマは、本土が戦場になることは避けられないとする風潮が広がり、キンブリの恐怖と呼ばれる大混乱の渦中にあった。貴族は浮き足立ち、民衆が恐慌状態に陥る中でマリウスは事実上の独裁権を獲得した。すなわち、独裁への恐れから連続当選を禁じていた執政官職の独占を非常事態への対処として民衆と元老院に認めさせたのである。以降、マリウスは、紀元前104年から紀元前100年にかけて、執政官を務めたが、5年間も、元首権限と最高司令官職を務めた例は、帝政期を除いて存在しない。独裁権を得たマリウスは、元老院の反対を押し切って、マリウスの軍政改革を実行に移した。最初に、これまで財産区分に応じて、自弁の装備を持ち寄る市民軍制度から武器を国家が支給する志願制度へと転換した。これによって財産別に雑多な装備を持ち寄っていたローマ軍の装備は均一化され、また農作業などの兼業に左右される市民兵と異なり職業軍人として長期間の従軍が可能となった。ついでマリウスは訓練制度を極めて実践的で厳しい内容へと変え、兵士たちを一から鍛え直した。そして何より指揮系統と編成方法を改革しつつ、同時に同盟軍をアウクシリアとして再編した。また低世紀ローマ軍の象徴ともいえる高尚旗は、マリウスによってこの時に定められたものであり、市民階級ではなく、軍団への忠誠心を抱かせるための工夫であった。マリウスから与えられた高尚旗は、各軍団の誇りとされ、これを失うことは万死に値するとみなされた。一連の改革により、キンブリ軍が南下を再開するまでの間にマリウスは、軍の再建を完成させた。ウェルケラへの戦い紀元前102年。マリウス率いるローマ軍6個軍団と補助軍は、属州ガリアナ・アルボレンシスのアクアイ・セクスティアへに着陣していた。前年までガリアを経て、ゲルマニア付近に戻っていた、キンブリ軍のうち、テウトボド王が、テウトニ軍とアンブロネス軍を再び南下させ、いよいよローマ本土を目指しているとの報告を聞いたためであった。マリウスは、近辺の地形を入念に調べ、小高い丘の上に堅牢な陣地を建設して待ち構えると敵軍の先鋒を務めていたアンブロネス軍を先に壊滅させた。窮したテウトボド王は陣地を迂回させようとしたがローマ軍に妨害されて失敗し自軍を率いてマリウスに挑みかかった。戦いで陣地の前に展開していた補助軍のリグリア人歩兵隊が敗走すると好機と見てテウトボド王は全軍と共に丘を駆け上がったが、そこにマリウスが配置していた6個コホルスの軍団兵が背後を奇襲した。陣地と副兵に挟撃されたテウトニ軍は徐々に押され、ついには壊滅して15万名中9万名が戦死した。生き残った者たちのうち逃げられなかった2万名が奴隷とされ、テウトボド王も生け捕りにされた。大勝利にローマ兵たちは大いに留飲を下げたが、マリウスの戦いはまだ続いていた。紀元前101年、同僚執政官に指名していたクイントゥス・ルタティウス・カトゥルスが東回りで南下した、ボイオリクス王のキンブリ軍に敗北し、キンブリ軍はカトゥルス軍を追撃して、属州ガリア・キサルピナに侵攻した。マリウス軍はカトゥルス軍の残余と合流し、8個軍団を率いて、自らも、属州ガリア・キサルピナのウェルケラへに転身した。この土地が現在のどこに相当するのかは考古学の分野で研究されているが、伝承ではハンニバルのカルタゴ軍とローマ軍の古戦場として知られていたという。20万名以上の兵士を抱えたキンブリ軍は、ボイオリクス・オートルギウス、クラオディクス、カエソリクスと記録される3人の副王に導かれ、その後ろから、大勢の馬車と女子供が続いていた。肥沃な土地への移住を望んだ彼らの旅はここで終わりとなった。マリウスは突撃を試みたキンブリ軍をカトゥルスに気づかせた中央陣地で抑え込み、その間にマリウスの指揮するアウクシリアの補助騎兵はキンブリ騎兵との熾烈な戦いを制して彼らの背後に回り込んだ。以前とは異なり高い練度を持つ。軍団兵は数に任せたキンブリ軍の猛攻をしのぎ、マリウスの指揮する補助騎兵は、キンブリ軍に壊滅的な損害を与えた。キンブリ軍は包囲網の中で抵抗したが、やがてボイオリクス王と副王、ルギウスが倒れ、副王、クラオディクスと副王、カエソリクスは、ローマ軍に投降、14万名の兵士が戦死した。敗北を知った後方のキンブリ人の妻たちは、自らの子供を絞殺したとされているが、この光景はローマ側に強く記憶されている。それでも抵抗を虚しく6万名のキンブリ人が捕らえられ、奴隷としてローマ本国に連れ去られて過酷な運命をたどる結末となった。そのことは共和制末期のスパルタクスによる第三次奴隷戦争に参加した奴隷の中にキンブリ人が散見されたことからも伺える。決定的勝利を収めて戦争を終結させたマリウスは共和国の英雄として凱旋を果たし、6度目の執政官当選を決めることになる。戦いでテウトネス族とキンブリ人は歴史上からほぼ消滅したが、ユトランド半島にわずかな生き残りが止まっていた可能性を複数の歴史書が記録している。彼らはゆえんのあるボイー人ともどもマリウスの外姓であるガイウス・ユリウス・カエサルのガリア戦争で再びローマと相見えることになる。また先述の通り、奴隷として連れ去れた者たちのいくつかは剣闘士として生き残り、スパルタクスの奴隷反乱に参加している。ローマ内では対外的な脅威が去った一方、実質的な独裁者として君臨するマリウスへの不満が閥族派を中心に広がり、逆にマリウスを支持する民衆派との対立が内乱の一世紀を引き起こした。さらに軍政改革による自由志願制で、ローマ市民権とラテン市民権の軍内における待遇差が失われ、マリウスはウェルゲラへの戦いの後に戦いに参加したすべてのラテン市民権保持者に正規の市民権を与えた。これもまた元老院内で民衆派と閥族派の対立につながり、やがて同盟主戦争が勃発する結果となる。ありがとうございます。